はい、こんにちは。原田でございます。 B ちゃんです。今回はですね、レースのある暮らしブランドより、ノーブルフラワーシリーズのご紹介になっております。以前の母の日特集でですね、こちらのデザインの日傘をご紹介しまして、今回はこのシリーズの本編になっております。花瓶式やテーブルセンター、テーブルクロスなどはですね、総レースになってまして、立体的で存在感のある2種類のレースを組み合わせました。まずはギュピールレースですね。小花と葉っぱをモチーフとした動きのあるレースを使っております。こだわりの部分なんですけども、縫製しにくい複雑なレース模様、見えますかね、複雑な模様をあえて使うところ、円形クロスのところでですね、ご紹介しますけれども、縫い子さんから言わせますと、生地が柔らかくてレースも複雑な模様だからとても縫いにくいですと言われてしまうぐらいのレースです。ですから私たちはですね、ゆっくり丁寧に縫ってということで、商品化したノーブルフラワーの総レースシリーズになっております。ではこのギュピールレースに合わせている生地をですね、生地だと言ってもネット上に生地にコード刺繍を入れてますね。ブライダルチュールレースを生地として使用しております。ブライダルというからに、これは結婚式とかに使われているようなレースなんですかね。そうです。花嫁さんのベールとかウェディングドレスに問われる素材ですね、うん、とても美しくきらめいた高価なレースになりますよ。では商品の紹介で、まずはテーブルセンターから。テーブルセンターはですね、直線の形で作っておりまして、長くなればテーブルランナーという商品名で、今出しておりますのは 25×90cm のサイズですけども、長いものになると 230cm まで幅広いサイズの展開をしております。テーブルセンターとテーブルランナーです。はい、続いてテーブルクロスです。円形のクロスで3サイズ作っておりまして、見ていただくと、まず先ほどご紹介したブライダルチュールレース、そして小花のですね、小さなギュピールレース、そしてここをですね、無地のチュールを当てております。そして先ほど申しました複雑なギュピールレース、この4段縫製で作っていますのがこの円形のテーブルクロスです。非常に豪華な仕上がりですね。複雑な作りですね。みーちゃん気づきました？この無地のネット部分、ちょっとギャザが、そうそうそう、はい、寄せてますね。単純に縫うだけじゃなくて、はい、ここにギャザーを入れることでかけた時にドレープが綺麗に出てですね、はい、動きがありますね。ちょっとね、ゴージャスなドレッシーな仕上がりになると思います。続いてはノブルフラワーの小物たちのご紹介です。はい、ここにですね、たくさん作っておりまして、こちらもメガネケースとか、こちらですね、ジュエリーポーチですね。中にリングとかピアス、もうよく落としたりとかしますので、旅行の時とか仕事に行く時、中に収納していただければとても便利ですね。あとはこちらプラット形のポーチ、マルチケース。あとこちら可愛らしく丸く作っていた巾着ポーチですね。こちらにストーンですね。小物たちにストーンをキラキラと、はい、ポイントとして見立たせてます。とても可愛くクラシカルな仕上がり、手で一つずつつけてるんですよね。全部手作業ですね。はい、こちらパーティーバッグは私とても気に入りのアイテムですね、うん、人とは被らない、絶対被らないですし、うん、ドレスとワンピースとか合わせやすいですので、とてもゴージャス感が出ますね。で、中にですね、ファスナーもついてあります。内ポケットもありますので収納にとても便利ですね。結婚式とか二次会の時などですね、お使いいただけると思います。こちらのバッグもですね、とても持ちやすくて軽いんですよ、うん、で、ポイントとしてもキラキラでついてますので、収納ちっちゃいけど収納力は結構ありますんで、結構カバッと開くんですね。そうですね、広いタイプの出し入れしやすいですね。で、前面にコード刺繍の生地を使用してますので、裏もですね、底面もちゃんと使ってます。とてもゴージャスに仕上がってます。もう日々のデイリーの使いにいかがでしょうか。はい、ここはですね、私たちの縫製室でママさんたちが一つずつ手作業で丁寧に作っている国内
縫製の作品を紹介したいと思います。はい、こちらはカルトナージュボックス、それと新作のマルチボックスを紹介したいと思います。はい、こちら思い出の品物や大事な書類の保管などに使っていただけるとても便利なアイテムですね。仕上がりとても高級でアクセントとしても使っていただけますね。でカープのところも丁寧にレースを貼ってますので、磁石、裏に磁石もついてますね。こう使うととても便利ですね。中とても広いですね。はい、はい、こちらのマルチボックスですね、とても手が込んでいて、もう丁寧に作り上がっています。4辺ですね、全部刺繍生地を利用してます。で周りです、縁に全部キューピールレース、幅広いキューピールレースに使用してます。で特徴としてですね、こちらの花のポイントですね、全部手で一個一個ずつ作ってますんで、リボンのところこっちもですね、ぐるぐると動きがある仕上げになってます。で表のところにまだストーンですね、アクセントとしてつけてます。とてもゴージャスな感じですね。内側はですね、防水生地を使っておりますので、まあちょっと汚れてもさっと拭くだけで大丈夫ですし、いろんな用途で使える、マルチボックスになっております。ということで、レース屋さんらしい夢のあるインテリア雑貨をママさんたちが手作りしております。この手作りの、雑貨についてはクチュールドマムという札がついておりますので、ぜひお店でこのクチュールドマム、探してみてください。いかがでしたでしょうか。本日はノーブルフラワーのシリーズをご紹介いたしました。公式サイトではアミブルージュのレースやファブリックがたくさんありますので、ぜひ下の URL から覗いてみてくださいね。インスタなどのSNS でも発信しておりますので、合わせてご覧ください。この動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、ミブルーチャンネル、また次回。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。